今日はですね、こちらにゲストをお呼びしています。どうも、ペイです。ペイ君はダンス仲間です。まあね、もともと看護師さんなんですよね。はい。はい。も看護師をやっておりました。一番最初は病院？そうですね、病院。大学卒業してからは病院で。病院で結構大変なところに勤めてたんですよね。はい。救急。救命救急の。救命救急。外来ってやつですか？外来？救命病棟。救命病棟。救命病棟。っていうなんかもうすごい、もう1秒を争うような、もう医療現場みたいなもんですよね。その救急車で来た人の対応とかをする看護師さんですもんね。いやー、めちゃめちゃすごいっすよね。をやって、で、そっから一回転職して、今度は施設。まあ、老人ホームか。老人ホーム。うん。老人ホームの看護師さんとして、まあ、働いてて、で、今は何をやられてるんですか？今は、介護士で働いております。はい、はい、はいはいはい。なんと、看護師から、介護士に、はい。はい。キャリアを変えたという、ペイ君です。介護士から、こう、看護師に、こう、キャリアアップみたいな感じの、なんかイメージがあるんですけど、なんでこう逆に看護師さんから介護士の方になられたんですか？うん、自分自身あんまり看護師に向いてないのかなっていうところで、まあ親が一応介護士、まあケアマネやら、そう、ホームヘルパーも含め、まあいろいろやってるんですけど。ああ、そうなんですね。へえ。まあ昔からそんな姿を見てたので、うん、まあ自分もそう、まあそのような似たような仕事をそうしたいなっていうふうには思ってたんですけど、はいはい、まあ、親がもしそう介護士をやるんであれば看護師やった方がっていうのもあって、まあそういった大学出て、まあ、看護師になってみたんですが。なるほどね、うん、僕は逆にお母さん看護師です。なんか血とか見るの結構苦手だったから、やっぱ看護師さんやっぱね、採血とか取るじゃないですか、うん、血一回取った時になんかその自分の血取られてるの見てたら気持ち悪くなって、なんか貧血を起こして俺倒れたことあるんですよ、うん、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、こんな感じで、まあ、いますよね、そういう人。そう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 、うん、だからね、ちょっとね、そのやっぱ看護師さんとかだとちょっといろいろね、結構そういうの見るから、うん、ちょっと向かないなと思って、まあ、うん、そうそうそう、介護士の方がねいいかなって思ってね、僕はね、そのまあ、僕が介護士になった理由っていうのはね、また他に動画出してるんで、まあ見てください。はい、よろしくお願いします。この辺にじゃあ宣伝出しておきます。はい。最近ハマってるやつ。はい。まあ、でも影響ありますよね。やっぱそのね、なんていうか、その、ちょっと、親とかの、やっぱり。影響は大きかったかなと。ちょっとこう似たような、こう、仕事に行くっていうのはね、やっぱ若干ありますよね。なるほどね。で、まあ、看護師さんになりました。で、やりましたと。でもなんとなくやっぱ合わないかなみたいなのが自分の中で、なんていうんですか、忙しさ的なものっていうか、まあ仕事の業務の内容とか、まあ、業務の内容も、まあ、あったのかなと、まあ、あとまあスタートがちょっと救命だったからっていうのも、はいはいはい、あったりはするのかななんて思うんですけど、ああそれでちょっとなんとちょっとまあ自分がちょっと、うん、まあ、メンタルやられてしまったのがまあ一番の理由かなと。あ、なるほどね。まあそこの転職した、はいはいはい、っていうのは、うん、やっぱなんか病院とかよりもなんか施設とかの方がまあゆったりしたなんかこうイメージとかは、うん、そうですね、結構ね、なんかやっぱある、うん、あるけど、やっぱその実際そうなのかな、施設の看護師さんの方が、うん、まあ、なんかのんびり働いてるっちゃなんか失礼かもしれないけど、うん、まあ、でもまあ施設2つしかまあ見てないんで、まああれですけど、うん、まあ、病院と比べるとやっぱりだいぶか、うん、まあ忙しさはまあそれぞれなんで何とも言えないですけど、うん、内容はやっぱり大きく変わるのかなとは思いますかね、うん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 、なるほどね。そう、でも逆にまあ看護師も自体もやっぱり病院と比べると明らかに少ないんで、うん、それはそれでやっぱり、あ、責任っていうのも結構やっぱ大きくなってくるのかな、うん、一人一人に対するの、そう、その、うん、まあ、うん、病院だから責任感がないってそういうわけではないんですけど。なるほど、確かにね、ちょっと人数少ないところで回してるから、うん、
まあ負担は大きいのかな。負担がそうかな、うん、仕事の、ま、任せられる、なんだろう、仕事量、うんうん、量はそんな、まあ、なんか一緒なのかな。まあその辺ちょっと細かいところもあれだけど、うん、でまあその施設でまあ看護師さんやってる時に何かこうきっかけがあって、やっぱり介護の方がいいなってやっぱ思った部分が、どういうところがこうなんだろう、見ててその介護士に魅力を感じたっていうか、なんか看護師とこのやっぱやる仕事のなん違い、うん、なんか俺が思うには看護っていうのはまあキュアって言われる病気とかをそのまあ感知させたりとかこう治すみたいのが看護師さんの仕事じゃないですか。でも介護士ってはケアだから寄り添うっていうか、その生活、どっちかっていうとその生活とかその人にのなんか心の部分っていうか、体的な部分よりもどっちかっていうとその心メンタル的な部分にこう寄り添ってったりして、こうもっと看護師さんとかよりもなんだろう、こう身近な存在っていうか、そのね、そのまあ老人ホームとかだと特にそうだと思うんだけど、うん、なんか一番近いのがやっぱり介護士さんじゃないですか。うん、だからなんかそういう部分でそのなんか関わる時間っていうのが多いのはいいのかなとかちょっと感じたりっていうか、わかんない、俺のなんかそう思った感じことなんだけど、うん、そういうのがあるんかな。やっぱまあ救命だったからっていうのはまあまあ大きいところなんですけど、やっぱり、うん、まあ一人一人と接する時間帯がどうしてもまあ短くなっちゃう、うん、要は関わってもほんの1日で、うん、その人は違う病棟に行っちゃったりっていうのもあって、まあ、深く関われないっていうところで、うん、一人の人に対して、うんうん、まあ、そういう感覚を持ってたので、まあ、施設来てみるとそんなことはなく、まあ、ずっともうそれこそお亡くなりになられるまで最後までっていう、うん、最後までね、うん、そこで一緒にいるっていうところで、うんうん、確かにそういうところは全然違うところかな、その関わるその時間っていうかね、一、うん、人の人に対して、うん、明日これやろう、明後日じゃあこれをちょっとやってみようっていうのが実際にできちゃうっていうところで、うん、はいはい、ナース業務をこの人にやるっていうわけじゃなくて、その人が喜んでくれるような何かをこう、うん、自分が提供できるっていうところにちょっと徐々に、うん、楽しさというか、ちょっとしたことで喜んでもらえるっていうのは確かにいいかもしれないですよね。っていうそこに、うん、なんか治療とかじゃなくて、まあ、うん、アイディアでっていうことですよね。だから要は、まあ、言ってしまえば誰でもできるって言ったら、うん、まあそれでおしまいなんですけど、ね、うん、まあでもまあそういうのにだからこそなんかその人によってね、自分にしかできないことっていうのもあるから、うん、そこですよ。やっぱそれはクリエイティブですよ。うん、うん、介護士はね。何かあった時、うん、どうしても頼られちゃうのは自分たち、その看護師で、うん、そういったところにいると、うん、そう。例えばすごい褥瘡で、うん、表皮剥離でもベロベロになってますとか、うん、そう言われた時に頼めるんだっていうちょっと羨ましさはありましたかね。でもそれ仕事でしょ、だってそれが仕事でしょ、だってそこに対応するのが、うん、だからそういいなっていう、うん、いいなふうには思っちゃいましたかね。なんかあ、じゃあ何、その看護の仕事が好きじゃないってことですかね、この人は。その看護師にこう投げられてる感があったみたいな感じ。あ、まあそれはありましたかね。感じはあったの。結局、うん、介護士の人は介護の業務のみですけど、うん、自分たちは看護業務と介護業務を一緒にやんなくちゃいけないっていうことで、どうしても、まあ、忙しくなっちゃうっていうのはあったんで、うん、まあ、場所にもよりますよね、その施設とかの、うん、そうそうそう、やっぱ施設によってはもうナース看護師はもうナース業務のみっていうところもやっぱりあるんで、うん、うちはそんな介護はしないですかね、うん、うちの施設なんかだとそこまでは、そんな、まあ、うん、まあちょっと本当にちょっと人が足んない時なんかは、うん、まあ看護師さんが率先してこう入ってくれる時なんかはありますけどね、本当助かりますね、だからそういう時なんかは、うん、本当そこはもう施設によって場所によってなんで何とも言えないところですけどね、うん、はい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 、はい、看護師から介護士になってのなんかメリットみたいな、あ、メリット、うん、感じたメリット、今までと比べると多少なりともちょっと気楽に、うんうんうん、働けるかな、そう働けるかなっていうふうには思いました。楽しいのかな。まあ うん、楽しくは仕事できてますかね。じゃ逆にデメリット的なものってなんか、うん、まあ単純に言えば給料面ですよね。やっぱりそうですよね。でも間違いなく給料は看護師さんの方がいいですよね、うん、自分は結局
局その国家資格で、まあ、看護師の資格は持ってますけど、うん、介護士としての資格は持ってないんで、うん、介護士として働いてるけど、その看護師としてやっぱ看護師持ってるから、でもちょっとそのなんか頼られることもあるんじゃないですか、やっぱり現場で。現場で働いてる人たちの方には、うん、上の人はあの言ってないので。あ、隠して働いてるの。そうだから、あ、そう、知らないんで働いて、そう、周りは知らないんですよね。だから、あ、そうなの、うん、まあそういった点で気楽っていうのもありますけど言ってないそうですこの人、うん、自分が看護師のこと。すげえですね、それもそれで。だからなんか、うん、看護師なのにあの無資格のふりして介護してるって結構やばいっすね今思うと。そう、結構こう、はい、まあ、いろんなスタッフさんと話してると、うん、なんか、ね、一生介護士でやっていくのはやっぱしんどい、うん、しんどいよなーなんてちょっと、うん、の年齢上の方がおっしゃったの、うん、おっしゃってたんで、まあそれ聞いてたんですけど、うん、介護士、あ、看護師になろうかなみたいな人も結構いますよ。だからいますね、とか最初の話じゃないけど、うん、医療に関する、うん、その資格はやっぱ持っておくと、うん、ああとか取りたいよなーなんていうスタッフさんもやっぱりいたんで、探究員とかね。あ、探究員、探究員の資格とかなんか、ああ、あれでもなんかめっちゃ高いみたいです報酬料高いみたいです。いや、なんかうちのお母さんがやってるんですよ、なんかその講習の先生みたいな。あ、普通に探究員とかで、そう、なんか やればできるんですけど、うん、まあ、やれないふりをしてると。そう、やっちゃダメなんで。やっていいんだよ。だって看護師だもん、この人。看護師免許持ってるもん。いや、でも、もうなんか本当に緊急、うん、まあ、うん、夜間帯とかの勤務の時に、うん、もうそんな休養するような状況であれば、うん、まあ、やるのかなとは思います。やらざるを得ないというか、まあやるんですけど、まあそうっすよね、うん、本当に緊急事態だったらね、うん、そこでなんか正体バレるってなんか漫画みたいで面白い、まあ、なんでそんな、まあ、その対応できるのみたいな、その救急の対応みたいな、大体やっぱテンパっちゃうじゃないですか、まあ、やっぱこう、やっぱり慣れとかもありますけど、うん、やっぱね、現場でこう急なことが起こると、うん、やっぱり焦るのは、うん、あ、まあ、テンパっちゃうっていうのはそういう感じなんだな。まあでもちょっと面白いっすね、やっぱこういう話を聞いてみるのも、うん、珍しいパターンだと思うんでね、いろいろ、まあ、細かいか話すると、まあ、いろいろあったからね、今そういうね、働き方で。でもあれかね、今はなんだかんだ、まあ今の方が いいのかな、その介護士になってからの方がトータル的に見ると、まあよく働けてるのかなっていう感じはする。自分は今の方が全然幸せですかね。介護士の方が、あ、やっぱり、まあ、うん、気楽ってところ、気楽ってところみたい、うん、あ、まあいろいろね、あるから、ありますからね、うん、そのね、思うところはね、うん、起きるだけが全てはないですよ、うん、うん、ね、必ずしもね、やっぱり自分の先輩とか、うん、まあ、後輩、まあ同級生もそうですけど、まあ、うん、同じ看護師になった人たちをこう見てると、うんうんうん、それはそれでなんかやっぱりかっこいいし羨ましいっていう気持ちもあったりして。ありますよ、やっぱ介護士から見ても、うん、看護師さんの方がなんかこうやっぱ上に見ちゃうんで、うん、こうところはあるんで、そのもうやってきたことは無駄にならないと思うんで、その持ってる知識とか自分の、うん、まあ、そのスキルとか知識とか、そういうのって絶対無駄にならないんで、うん、絶対損はしないと思うね、うん、今後。そうですね、またもしかしたら看護師として働くこともあるかもしれないし、うん、ということで今日は看護師から介護士に転職した僕のお友達のテイ君にちょっとお話をしていただきました。じゃあそんな感じで皆さん今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。